はい、今回は丸美屋オリジナルの木綿スイカ千寿でポーチを作ってみました。大きいバラと反対側には島、そして見せるレースファスナーを使用して作っていきます。今回はですね、開けると中に仕切りもあり、そして蛇腹の底待ちもあります。だから容量も結構入りますよ。そしてこのレースファスナーですね、今回25センチを使用してますが、なかなか手に入らない方も見えるかと思いますので、今回は販売の方もいたします。黒とプラスして5本セットですね。店頭の方でも販売しますし、ベースの方でも税込み360円で販売をさせていただきます。ぜひご利用ください。ではこちらの作品に移っていきましょう。はい、今回は縦長の布を2枚と、そして接着芯2枚、そして見せるレースファスナー、こちらで仕切りのある、待ちのあるポーチを作っていきたいと思います。ではこちらの2枚、作業は同じことをしますので1枚説明していきます。こちら縦長の布に半分のサイズの接着芯、こちらは輪になってますので、両端と口の部分ですね、1センチの縫い代がついています。こちらを輪の部分で畳んでいただいて、はい、こちらの輪の方に近いところ2センチ縫って8センチ空きを作り、そこからぐるぐると端まで縫っていきます。もう一枚の布も同じように2枚縫っていきましょう。はい、返し口を開けて3本縫いました。こんな感じですね。チャコペンでちょんちょんと印をつけておくと楽ですよ。はい、ではこちらの四方ですね、余分な縫い代を切り落としていただいて、そしてアイロンで肩倒しをします。はい、余分なところ少しでも落としていきましょう。はい、そしてですね、返し口のところ、はい、こちらも今回はすべて肩倒しでいきましょう。はい、では3歩をくるくるっと、2枚ともですね、アイロンをかけて表に返しましょう。はい、3歩アイロンをかけましたら、返すポイントですね、一つお伝えしたいと思います。返し口のところから親指を入れていきますね。そして倒れている縫い代、こちらを人差し指で押さえます。そして中に入っている親指、こちらを向けて人差し指の爪でクッと押し込んでいきます。するとですね、ある程度角がね、綺麗に出ます。あとは目打ちなどで綺麗に整えていくと良いと思います。はい、この要領で四方を出して整えたものがこちらになります。はい、ここまだね、返し口は開いた状態になっています。こちらの口になる方ですね、こちらの2本入った5ミリのところ、両側ステッチ2枚ともかけていきましょう。はい、口になる部分5ミリのところ、両端ステッチ2枚ともかけました。次は後ほど2枚を縫い合わせるための印をつけます。今回はこの方眼定規ですね、端から 3.5 の位置、そして口から10センチのところに印をつけます。方眼定規でいう10センチ、そして端から 1.2.3.5 の位置を角に合わせます。はい、合わせていただきましたら、この角ですね、印をつけましょう。
この1、そして端から 3.5 の1。はい、こちらも同じく端から 3.5 の1と、そして 3.5、こちらから10センチのところに印だけ打っておきましょう。そして次ですね。こちら、内側に畳んだ時に内側になる方です。内側を下を向けて、こちら、真半分のところにアイロンをかけます。はい、この状態でですね。この状態で輪になった部分にアイロンをかけます。はい。しっかりアイロンをかけましたら、次ですね。輪から2センチのところ。輪から2センチのところを折り上げます。これはこちらの端も同じです。2センチのところですね。合わせていただいて折り上げます。はい、2センチであるか確認をしてくださいね。はい、2センチのところ、アイロンをかけます。はい、そして、反対側もですね、この今折ったところに、同じように合わせてですね、はい、口の部分を合わせます。折り紙のようですね。はい、こちらを合わせて、そして、アイロンをかけます。はい。印は、こちら、片方1枚で結構ですが、底の厚み、マチになる部分ですね。これは、2枚とも、その作業を行ってください。では、まずそこまでやっておきましょう。はい。2枚とも、そこのマチ、アイロンをかけました。では、これとこちら、縫い合わせていきたいと思います。こちらは、このバラが正面に出るように、こちらはこの縞が出るように、このような形で縫い合わせをします。そして、開くとですね、はい、もう片方も開けますね。はい。このような形で合わさります。そして先ほどつけた印ですね。3.5 のところと10センチ、端から 3.5 のこの4箇所ですね、印をつけました。では、こちらを合わせて、3.5 のところから10センチ、そして渡って、カタカナのコの字型に2枚合わせてステッチをかけていきましょう。はい、先ほどのコの字型に縫った部分ですね。はい、縫い合わすことでこちらは仕切りの部分になります。そして今度は両側から折り上げたこちらが口になりますので、口のところにですね、ファスナーをつけます。こちらがまたぐような形でつきますので、終わりの部分ですね。共布でつけたいと思います。では、こちらですね。7センチの8センチに切ったもの。こちらにツラを合わせます。はい、こちらはスラスのついてる方ですね。こちら真ん中に置きまして、そして両端からレースが折れないように布を合わせます。そしてここに留め具がついてますので、その手前ですね、こちらの部分をミシンをかけていきましょう。はい、留め金の下の部分ですね、縫い留めました。こちらを表に返します。はい、するとこのような形になりますね。ここの角はきちっと出して行きたいと思いますが、出し終わったらこちらの部分折り曲げて、そしてまた折り曲げて、
このような形でつまみの部分ができますね。はい。これを上からカタカナのロの字型にステッチをかけていきましょう。はい。ファスナーのつまみの部分できました。次は見せるレースファスナー。こちらを口につけていきます。こちら側と、そしてこの反対側ですね。こちらにこのような形でつきますので、ファスナーの中心の部分ですね。このような形で、スカラップの、そうですね。わかりづらいですが、お花のモチーフの花芯になる部分がずっとミシンが走るような形で上から乗せていきます。そして端ですね。始まりの部分、こちらも後から曲げてステッチをかけますので、留め金の部分ですね。ここで8ミリぐらいで収まるようにスタートしてください。そしてまっすぐ花芯の部分をステッチをかけて、終わりの部分ですね。これは遊びの部分なんですが、終わりの面から1センチほどのところで終わってください。こちらも後ほど上からステッチをかけます。では、両側ですね。何箇所か待ち針を止めて、はい。ファスナーの中心が少しですね、3ミリ出るほどですね。表からステッチをかけていきましょう。はい。ファスナー両側につきました。こちら、開けますと、まだ脇が縫ってないので、パラパラの状態です。では、こちらですね。バラの部分。こちら。そこですね。口ですね。ここのところはまだ返し口も開いています。こちらをまとめて閉じていきますね。はい。ファスナーの出てる部分。こちらを中に折り込んで、面を合わせます。そして、面を合わせましたら、下の縞の部分は、避けます。避けた状態で、脇に、底待ち、少し厚みを増しますが、上から下まで、底待ちの下までですね、外から5ミリのところ、スポッと縫っていきます。そして、反対側ですね。こちらも手前1センチまで縫って開けてありますので、こちらも口の面を合わせて上から下は、縞の部分は避けてください。縞の部分は下に回して、バラの方ですね。上からそして底待ちの部分の下まで端から5ミリのところ、ステッチをかけてください。バラの方が両脇ステッチかかりましたら、今度は、縞の方ですね。縞も同じように、口のところファスナーを折り曲げて、口を合わせて、そしてバラの方を下に回して、縫わないように弾いて、そして、返し口も一緒に端から5ミリのところステッチをかけて両側縫っていきましょう。はい。つまみのある見せるレースファスナーをつけたポーチ。畳むとこんなに薄いんですが、開けて使うと、はい、先ほど縫った脇ですね。4箇所縫うと、このような形で仕上がります。中も仕切りがあって、そして、畳んだ町が膨らむと、たくさんのものが入ります。最後までご覧いただきありがとうございました。また、いろいろな布で楽しんでみてください。